はい、こんにちは、ドンチャンネルです。映画の感想いきますね。タイトルは「守られなかった者たちへ」。守られなかった者たちへ。この作品ね、原作があります。中山七里さん。原作小説はね、評価が高いみたいで、簡単にあらすじ言うと、東北大震災が起きました。で、家族散り散りになったりしてね、もう一人ぼっちになっちゃった人たちがたくさんいるんだけど、その中の3人が、ある避難場所のね、小学校で出会うっていうストーリーなんだけど、佐藤健さん、もともとね、捨て子状態の彼はね、身寄りがない。で、保護司の人がね、仕事紹介してくれたりするんだけど、なかなかうまくいかなくてね。対応、いろいろ役所のね、対応のずさんさに怒って火をつけて、刑務所に行っていて戻ってきてるっていうようなところが描かれます。それと、清原果耶さん。びっくりしました、僕。最初、気が強い女性がスクリーンに登場したんで、あれ？土屋太鳳さんかなと思ったらね、よくよく見たら、清原果耶さんでね、ついこの間、まともじゃないのは君も一緒っていう作品で、成田凌さんのなんかに絡む、女子高校生役だったかな？を演じて、すごいインパクトがあってね、この人すげえわって僕感心したんですよね。成田凌さんとこうね、掛け合いができる、この人頭いい人と思いましたね。で、原作小説では男性の設定になってるのかな。でも、清原果耶さんのために女性に変わったのかもしれないんだけど、彼女もね、なんか施設で育ったりしたのかな。で、やっぱりこう、生活保護制度に憤りを感じてかどうか知らないけど、後にね、保護の申請を受け付ける方の立場になるんですよね。で、身寄りのないおばあちゃん。倍賞光子様もおばあちゃん顔になっちゃいましたよね。佐藤健さん、清原果耶さん、倍賞光子さんが、肩寄せ合って生活しているんだけど、なんですよね。で、震災から、何年か経って、阿部寛さんが刑事をやるんだけど、その、なんだろう 福祉課の人たち、福祉に関わっている人たちがね、連続して殺されるんですよね。似たような殺され方をする。で、受給者とのトラブルとかがなんかあったんじゃないのかなっていうところをね、調べていく、いったら、この3人、さっき言った3人にぶち当たって、阿部寛さんも奥さんと息子さんをね、震災で亡くしているっていう立場でね、原作小説がね、多分すごいうまい具合にできてると思うんですよね。改変ポイントはいろいろあるかもしれないけど、僕ちょっと原作読んでないので分かりません。でも、映画作品としてもね、多分原作もこういうふうな、こう、時系列の、時系列がこう、うまいことね、こう、あっち行ったりこっち行ったりすることがまたスリリング、読み手にね、スリリングな気持ちをね、かきたてるように書いてあるんだな、そうかみたいなね、ゾクゾク感、ワクワク感を読み手に与えるような構成になっているんだろうなっていうのがね、なんか映画を見ていても想像できました。震災ってさ、あんだけのことが起こったらね、あの時以来、絆っていう言葉がね、やたらこう聞こえてくるようになったりね、人つながりがいろいろ大切なんだなっていうところの話はね、たくさんあると思うんですけど、
映画の中でもね、いろいろ福島絡みの描写はたくさんあるんだけど、まあその中でもね、この守られなかった者たちはね、よくできてる映画だなって僕思いましたね。この前の空白とかね、今回の守れなかった者たちへとかね、まあ邦画がレベル高いとね、やっぱ嬉しいですよね。うん。で、これ見た人もね、思ったんじゃないのかなと思うんだけど、まあ最初に殺されちゃう、三雲さんっていうなんかこう、その役所の人、永山瑛太さんが演じてるんだけど、彼の描写がね、もうちょっとこう映画の中で深かったらよかったなと思いました。あの描写だけだと、やっぱりこう、あんまり金を出したがらない、なんか、生活保護の申請はなるべく受けたくないみたいな、なんか主義として、全ての人は救えないっていう、なんかこう、彼なりのなんかポリシーみたいなのを持ってるっていう設定だったけど、なんでそこに行ってしまったのかとかね、なんでああいうふうな対応するのかなとかね、なんか映画の中だけだと、あ、この人殺されても仕方がないわみたいな風に見えるんだけど、実はね、その福祉課の三雲さんもね、犠牲者善としたところがね、あるんじゃないのかなって思うんですよね。で、唯一ほら、津波と、あ、地震と津波で集落の人たちのお墓がさ、もうね、倒れてったじゃない、いっぱい。で、三雲さんは一人でさ、その墓石を起こしてましたよね。で、奥さんの言うことには、うちの人は福祉課勤務一本でやってきて、集落の人たちの墓を彼一人で再建したんですよって、そんな主人が恨まれるはずないじゃないですかってね、奥さんは力説していたもんね。だから奥さんの目から見たら、人から恨みを買うような仕事をしているはずがないってね、警察の人に言えるほどの旦那さんなんですよ。うん。だから多分小説の中には、その三雲さんがそういう風なことをするに至った何かがなんか書いてあるんじゃないのかなと僕思うんですよね。そうしないとなんかこうしっくりこないですもんね。やっぱり福祉課の人たちがその生活保護を受けたいって思ってる人たちに対して冷たいことをしたから逆恨みされて殺されたんだっていうことでしかなくなるからさ、そんな簡単な構図の小説ではないはずだと僕は思ってるんですよね。うん、いや、この前の空白といいね、今回のね、守られなかった者たちへといいね、なんか誰彼が悪いじゃない、でも実際にこんなことってあるよねって、車バイク運転していたら加害者になるかもしれないよねって、まあ、自分ももし東北の方に住んでいたらね、津波に流されていたかもしれない、で一人ぼっちになったかもしれないね、ずぶ濡れで避難場所の小学校のストーブのところに膝抱えていたら、自分は声かけられる方だったかな、それとも声かける方だったかなとかいうのをね、考えて、やっぱりね、我が事としてね、その作品の登場人物の誰かに感情をね、自分の感情を投影できたりするとね、なんか見ていてドキドキするような感覚を得られます。まあこの作品の中で一番おっと思ったのはやっぱり清原果耶さんの演技かな。あと佐藤健さんはもうついこの間流浪に献身でね、大変だったのにも別のお仕事やってるんだなみたいなね、人よっていう作品でもね、なんかちょっとやさぐれた青年おじさんの役をしてましたけど、あの時の彼はね、僕はね、ひげを生やしたりしてたんで思い出しました。はい、この作品ね、邦画好きな人、原作小説読んでも読まなくても楽しめますので、興味のある人は行ってみてください。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。